はい、ということで今回はですね、今新作のこのストライド、これですね、新作のストライドオールディーミントを食べてみたいと思いますね。はい、まあこれもサンクスで130円で買ってきました。はい、まあ見た目はかっこいいですよね。これデザインがめっちゃブリザードって感じで、じゃあ開封というわけですね。おお、あ、もうここでもミント匂いしますもん。めちゃくちゃふわーって、結構多分これミント強い。かっこいいですね、これ。待って、ちょっと。あ、こっちだから。かっこいいぐらいですか、これ。ミントが強すぎて、くしゃみ出る。まあ、こういう感じで、結構かっこいいですよね。裏も、切る、下げてて。まあ、というわけで、1個、食べてみたいと思います。まあ、比較的僕、こう、ストライドっていうのはね、食べたことないんでね、じゃあ、初ではないですよ。2回くらいは食べたことありますね。はい。まあ、こういう感じでね、見た目は一見普通のか、三段構造ではないですね。じゃあ、一つ、いただきます。俺が飲むんだ。まあ、美味しいです。そこまで思ったよりミントの匂いはそこまで強くないですね。はい、思ったより食べてみて軽くでもミントがふわってきて、甘いミントですね。こういう感じの味がしますね。このフリスクネオの緑のガムバージョンって感じがしますね。はい。あとこの他に、ライムと、黄色いライムと、緑のミントがありました。一番これミントがすると思ったら、そこまでしません。はい。もうフリスクネオのこれですね。これです。とても美味しいですね。食べやすいです。まあ、これで結構人前の方に行くと、口の匂いも消せると思いますね。はい。かっこいいですよね。ストライド。何かが起こるって、まあ、わかんないんですけどね。あ、まあ、今言っちゃっていいかな。あ、ダメだな、さすがに。結構だし。まあ、この、ストライドのメガミステリーは、もうね、食べちゃいました。いや、メガミステリーもアップしようかと思ったら、もう、友達にあげたらちょっとなくなっちゃったんで、はい、残念です。まあちなみに中はこういう感じですね。まあないんですけどね。まあ、メガミステリーだもん、言っちゃっていいですかね。何の味が、もう匂いでわかるんですけど、メガミステリーはコーラです。メガミステリーの味はコーラですね。これはコーラ、僕的ね、こっちの方が美味しいですね。はい、ストライドの方。じゃあ皆さんも、はい、まあ終わり方が変ですけど、じゃあ皆さんも食べてみてください。ストライドメガミステリーとオールディーミント、はい、あとこのフリスクネオの方もどうぞ食べてみてください。じゃあそういうわけで終わりにしようと思います。リモコンでした。でした。